ちょっと残念な結果になってしまったけれども、はい、今の率直な気持ちっていうのはどういう気持ちなんでしょうか。まあ、まずいろんな時間を犠牲にして僕をサポートしてくれたコーチであったり先生であったり恩師であったりサポートしてくれた会社であったり友人たちであったり僕一人じゃマットに立ててすらいないので本当にそのいろんな人の犠牲の上で僕がレスリングできていたので本当に周りの人のその期待に応えられなくて申し訳ない気持ちでいっぱいですね。バック取って2点取った時にいけるってちょっと思ったと思うんですけども私たちもそうだったんですけど時にも決まったかなっていう気持ちはちょっとありましたか。いや全然レスリングが6分間あって何があるかわからないのでそんな微塵の油断もなく全力で最初から最後まで挑んでいたんですけど今レスリングの試合だけが全てじゃないですけど減量のまでの過程であったりいろんな人がこう力になってもらえている中で、まあ、僕の何が一歩及ばなかったか、分からないですけど自分の攻めるレスリングっていうのはできたんじゃないかなというふうには思います。世界予選で高橋選手が枠を取ってきた時っていうのはどういう気持ちでそれを受け止めてたんでしょうか。まあもう実力的に枠を取ってくるとは思ってたのでしっかり自分の準備をしてもう自分のことだけに集中しようと思って、まあ、いろんな人の力も知恵も借りながら準備をしている最中でした。その時は減量っていうのはやっぱちょっときついものがありましたか。そうですね、自分の中でもやっぱり一番課題としていた部分で やっぱりその世界の57キロ級を見ても一回り僕は大きい方だったのでいろんなことを調べて知識をつけて減量のトレーナーにもついてもらっていろんな先生だったり友人たちから励ましをもらったり僕一人の力ではもう到底計量クリアの段階まで行ってないと思うのでそうですね、もう一回り身長も高い方だったのであと5センチ身長が小さくて筋肉量もあと 3,4 キロ減らせていないと体脂肪率も多分マックスまで絞ってもベストの57の動きをできていなかったと思うのでまあでもそこに関しても言い訳せずに自分のベストの状態を持ってこようと全力で努力してここまでやってきたので、本当にいろんな人に感謝をずっと死ぬまで忘れずに持ち続けたいです。今その試合終わったばっかりで気持ちの切り替えとかできないと思うんですけどまだ高橋選手にこう望むことってかなんかこう送りたい言葉だったりっていうのって今ありますか。なんかこうお話は多分されてないですよねきっとね。
そうですね。ちょっと今は浮かんでこないので、なしでも大丈夫ですか？大丈夫、全然大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、すみません、代表質問以上なので、皆さん何かあればお願いします。質問一つ二つで、一社一問でお願いしたいと思います。質問ある方いらっしゃいますか？どなたもいらっしゃらない。朝日新聞金子さん、どうぞ。朝日新聞の金子です。お疲れ様でした。すみません、いつもなんであれなんですけど、アジア予選の計量がクリアできなかったことをちょっと振り返っていただきたいんですけど、踊る前は自分ではクリアできると思った感じなんでしょうか？そうですね。調整も順調に行っていて、そうですね、計画的にも十分いける範囲内だったんですけど、もうおそらく57っていう数字が結構ギリギリの極限の僕の体重のラインで、僕の不甲斐なさでオーバーしてしまったので、本当にそこはもう申し訳ない気持ちでいっぱいです。質問よろしいでしょうか？共同山本さん、どうぞ。聞こえる？はい。お願いします。今後について、僕の東京オリンピックはここで終わってしまったので、しっかりちょっと減量中にずっとネガティブというか、なんていうんですかね、ずっと暗い気持ちになってしまってたので、しっかり心を休めて、そこからこれからどうしていくか、しっかり気持ちの整理をつけながら考えていきたいですね。ありがとうございました。読売の畑井さん、すいません、時間があるので、これで最後の質問とさせていただいてよろしいでしょうか？お願いいたします。はい。あまりそのたらればのことは考えたことなかったので、その過程の話はわからないですけど、もうその試合の日をしっかりと自分はその日に照準を合わせて準備をしていただけなので、もうたらればのことは考えても仕方ないかなというふうには思います。